アロサウルス対ティラノサウルスだ。ダーン。あ、まずいぞ。ティラノサウルスが攻めてきた。いけ、アロサウルス。ダーン。やっぱりアロサウルスはかっこいいな。お母さん、誰か来たみたいだよ。あれ、お母さん買い物にでも行ってるのかな。はい、どなたですか。あれ、誰もいない。ん、なんだこの封筒。後ろに誰か。恐竜なんでも質問チケット。僕は翼、恐竜が大大大好きな僕の家に不思議なチケットが届いた。福岡恐竜ラボ。福岡恐竜ラボへようこそ。よく来たな、少年。ここが福岡恐竜ラボ。福岡にこんな立派な研究所があったんですね。知らなかったです。驚いた。はい、はい、あの、実は突然このチケットが届いて。君は運がいい。そこに何て書いてある。恐竜何でも質問チケットって書いてあります。その通り。え、なんで僕に。君は恐竜が大好きだ。はい、恐竜大好きです。もっともっと恐竜のことが知りたいだろう。知りたいです。だから君にその恐竜何でも質問チケットを送ったんだよ。ありがとうございます。ってことはもしかしてあなたは恐竜博士。まあ私はこの恐竜ラボの研究員なんだけど、君が私のことを博士って呼びたいなら呼んでもいいよ。はい、よろしくお願いします。よろしくな、翼くん。え、なんで僕の名前を。翼くん、じゃあ早速この福岡恐竜ラボでの11号と恐竜たちはどうやって誕生したのかを解説していこう。それじゃあアロサウルスについて解説していこう。僕アロサウルス大好きなんです。アロサウルスの全長は7メートルから9メートル、体重は 1.5 トンから2トン、獣脚類の肉食恐竜だが。そう、これがアロサウルスの頭骨だ。うわ、
場合ステゴサウルスは尻尾のトゲで攻撃しようとしているが、このアロサウルスはステゴサウルスと同じ方向に動きながらトゲの攻撃が届かない距離を保ち、チャンスを狙っているようだな。本当だ。だからおそらくアロサウルスはステゴサウルスの攻撃をかわすだろう。続きを見てみよう。うん、よし。今回はアロサウルスの勝ちみたいだな。アロサウルスがステゴサウルスに噛みつく前に二頭を返すことにしよう。
と大きさが必要だから、これだけ大きければ十分だろうな。Oh!